国際総類、菌類、植物命名規約は国際植物学会議の命名部会によって6年ごとの会議で改正される植物の学名を決める際の唯一の国際的な規範である。同様の任にある国際動物命名規約、国際原格生物命名規約と合わせて生物の学名の基準となっている。通例、改正された規約はその元となった。 国際植物学会議の開催地の名を冠して、規約と呼ばれる。現在の最新版は2017年新選会議の結果を受けた新選規約である。本規約が定めるのはあくまで学名の適切な用法であり、分類学的判断には一切関与しない。メルボルン規約の前までは、国際植物命名規約と呼ばれていた。英語名称は大文字で書かれる部分とそうでない部分が、 ある。小文字で書かれた、アルジー、フンギ、アンドプランツは、これらの用語が、系統群の正式な名称ではないことを示しているが、これらの生物のグループは、歴史的にこれらの名称で知られており、伝統的に植物学者、心筋学者、ル類学者によって研究されてきた。今でこそ、ほとんどの生物に用いられている学名であるが、最初にこのシステムを使った、 スウェーデンの分類学者リンネが植物学者であったため、学名の起点は動物より植物の方が古い。学名の起点はリンネのシステマナツライ第10版とされている。植物においては同じくリンネのスピーシーズプランターラムであり、これが植物の命名法の起点の最古である。命名規約制定当初は一部にやはりリンネのフローラ・ラポニカを起点にすべきだとの意見もあった。 しかし現在認められているのは、ほとんどの分類群においてこの書の発行を学名の起点としており、別書が起点に設定されている場合にはすべてこれ以降の出版である。命名法の国際基準化における最初の試みは、1864年にブルッセルの第1回植物学年会においてアルフォンス・ド・カンドルが国際規約の草案政策を委託されたことに端を 発する。彼は亡き父、オーギュスタンド・カンドルが1813年に表したテオリーエレメンタリーでラボタニークとして交付された。これは国際的な植物命名規約としては世界初のものであった。ところがイギリス、ドイツ、アメリカなどの国はこの規約を拒否する。そのため形だけの国際基準に終わってしまった。 実質的な国際基準としての規約が完成するのは1905年のウィーンにおける第2回国際植物学会議をまとねばならなかった。この会議場で採択され翌年発行された規則が現在のものに直接つながる国際植物命名規約である。本規則は1867年のド・カンドル法を基本とするものであったが、この時には イギリスドイツをはじめとするほとんどの国がこれを受け入れた。一般的にはこれをもって国際命名規約の発行とみなされている。しかしながらアメリカの学者は意見の相違からこのドカンドル法を元とした国際規則に反発していた。ついには1904年に採択したアメリカ植物命名規約を独自規約とし、ニューヨーク植物園とコロンビア大学の研究者が 中心となって国際植物命名規約に反旗を翻す結果となった。以後、四半世紀にわたってこの対立構造は続くこととなる。このアメリカの離反が解消されたのは1930年のケンブリッジにおける第5回国際植物学会議においてであった。ここまでにおけるアメリカ植物命名規約の国際植物命名規則に対する際の 主な例は以下のようになる。この会議において国際植物学会議はアメリカ派の主張を盛り込んだ改正を行った。すなわち例での3番目の点である模式標本は単一の標本でなければならないという条文が国際植物命名規則に加えられたのである。逆に言えばそれまでの国際植物命名規則は複数の標本を模式標本として認めており、 むしろ現在の常識に反していたことになる。同時期に、すでに模式標本を単一と決めていた動物分類学に対し、個体が明確でなく、変異の幅も非常に大きい植物の場合、典型的な器官を網羅するためには、複数標本もやむを得ないとの判断だったという見方もある。しかし、この点についてはアメリカ派の主張が正しかったというのが、現在でも、 一般的な見解である。この非常に重要な点での主張が受け入れられたことにより、ラテン語仕様などの他の点を情報して、アメリカ派は独自規約から国際規約に移行することを承諾した。ここに至って国際植物命名規則は真に国際的な規約となったのである。現在4版までしか出ていない動物命名規約に比して上記のように定期的に開催される。 国際植物学会議ごとに改定されるため、植物命名規約は改定版がはるかに多い。慣例として第版という言い方はほとんどされないが、現行の新選規約は版で言えば第16版となる。また、最近の規約についての簡単な説明を以下に記述する。選手権の原則は、学名の有効性の確認には簡便で有益であるが、 これを厳密に適用すると、学名の安定性には不都合が生じる。すなわち、それまで広く、一般に受け入れられていた、よく知られる学名が、出自の怪しい学名によって覆されることも、あり得るのである。このような事項はむしろ学名を使用する際の利便を、失うとの考えから、命名規約には選手権の原則には、制限や例外が盛り込まれている。 植物命名規約では、そのような場合に備えて、あらかじめ可能性のある学名について、保存するべき学名、廃棄するべき学名をリスト化しておくことで対処している。例えば、新山異名であることが判明したとしても、保存名リストに載っていれば引き続きその種の学名として使用できるのである。このリストは、普遍ではないが、変更には常設命名法委員会の 全体委員会の承認が必要となる。また規約では、特定の著書に記される学名をその著者によって認可されていると定義している。認可名と呼ばれるこれらの名前は、保存名と同じように扱われる。ただし、保存と廃棄は認可に対して優先される。植物、幻覚生物、動物それぞれの命名規約は互いに独立しており、 学名の規定に関する細部は規約ごとに異なる。これらを総括する規約は、現在のところ存在しない。ただし、これらを統一して、ビオコードやバイオノーマンクラーチャーと呼ばれる、ものを制定しようという運動はあり、試案も作成されたことがある。そのための歩みよりも、各分野で少しずつ行われており、植物では、門の名称へのハイラムの認可、主相名は、 人命由来であろうと必ず小文字から始めるなどの提案がそれに当たる。しかしながらその統一への道のりは果てしなく遠い。ただ規約の規定期間については植物には国際生物科学連合への遺憾が視野に置かれた条項の規定がすでになされている。このような状況のため同じ規約の科なら金属とある同盟が 別の規約下で共存している例は稀でない。例えばイナント族は、植物ではセリ科のセリ属、動物ではヒタキ科の砂漠ヒタキ属を指す。一応、現在では他の規約ですでに発表された名前は命名を控えるべきと勧告されている。植物命名規約と動物命名規約の規約上の際の例については、草類、菌類、植物命名規約と、 動物命名規約の主な相違点を参照。国際植物命名規約で使用されている学名についての用語をいくつか解説と共に挙げる。略語は、語句の対応する規約の条項を示す。また、動物命名規約で相当する国くの故障が異なるものについては、並記しておいた。以下の解説に現れる、同タイプ異名、二次同盟など、異名、同盟の種類と、 その説明については各リンク先を参照のこと。ありがとうございます。